よかっった、た間に合ったちょっと受け持ってる患者さんが急変しちゃってさもう時間に間に合うんかなって思って走ってきたんやけど間に合ってよかったわほんまにちょっと待ってな落ち着かせて、はあごめんな落ち着いたわおいっつも可愛いけどさ今日の君はもう一段と可愛いな <laughs> だってさもうその服めっちゃ似合ってるし髪型もお化粧もいつもと雰囲気ちゃうけどうん <laughs> 最高に可愛いい <laughs> <あ>んあれあ、なんかさいつもより顔色悪い気がすんねんけど大丈夫うん元気やでって。 いやまあ元気やったらええねんけどさ、僕の勘違いやったんかな。今ちょっと一瞬やけど、顔色が悪くなったような気して。<laughs> ごめんな、なんか心配性やからさ、変なこと聞いてもうたかな。んーと、じゃあ、あ、そうやな。よし。予約してたレストランの時間が迫ってきてるし、一緒に行こっか。じゃあ、はい。ほらて。つなごう。<laughs> うん。いえ。 よっしゃじゃあ行こうかあー美味しかった夜景もめっちゃ綺麗やったし正直最高じゃなかった <laughs> なあなあこれからどうするまだもうちょっと時間あるけどどっか行きたいとこあるってなああのさやっぱりさ 君ってちょっと体調悪いやろ今日だってご飯食べる時から思ってたけどさ食べるスピードもいつもよりゆっくりやったし顔色もやっぱちょっと悪いでうんねえ大丈夫じゃないやろ僕が医者ってこともしかして忘れとる医者の名はごまかせへんで <laughs> うん何があったんうん うん、え23日前から貧血気味やったん、はああもう言うてくれたらさ違う日にしたのにさそれに連絡くれたらさ俺が見てあげた、ね、<laughs> ででまあこんなこと言うててもしゃあないからさとりあえず僕のうちにおいでうんえああいや心配やからちょっと見ようかなって意味 うん別にそんないかがわしいこととかせえへんって。<laughs> 僕の家やったらある程度の診察道具もあるから病院とか嫌やろ行くの。<laughs> それに相手が僕やったら安心できるやろ <laughs> ほらじゃあ行こう。はい手ぎゅ。やっぱこれは忘れたあかんな。よし行こう。<laughs> つ、はい、いたでほら早く中入って入ってうん遠慮なく遠慮なく <laughs> ああじゃあどうしよっかなとりあえずじゃあそこのソファーに座っててうんえー、ちょっと待ってなえっ、ー、と確かここやったかなあーあったあった今からじゃあ診察するな <laughs> ああ怖くないってそんなに緊張せんで大丈夫やね。 うんリラックスリラックス肩の力抜いてなちゃんとそうそうじゃあそのまんまリラックスしときやちょっとだけ服巻くんでうんごめんなおいしょっとはいじゃあ吸ってみて吸って吐いてはいじゃあもう一回吸って吐いてうん じゃあ次は喉見よっか。あーって声出して。うん、あー。<laughs> うん、よし、えー、でえでええで。うん、そんな感じ、そんな感じ。じゃあ次は、まぶた見るな。ちょっと失礼すんで、触るな。うん。はい、終わったで。これで診察はおしまい。<laughs> よう頑張ったな。よしよし、ええー、声で。<laughs> うん。 ちゃんと緊張してたのにほぐれてるやん。<laughs> うーんで見た感じやけどちょっとまぶたの裏がな少し白くなってた。これって軽めの貧血ってことやからこれやったらちょっと安静にしてな鉄分をたくさん含んだご飯食べたらすぐに改善して元気になると思うね <laughs> うん大丈夫やからな安心して大丈夫やで、ね。よしよし。 んお急に抱きついてきてどうしたん <laughs> かわいい <laughs> 安心したら眠くなってもうたんかなうんお泊りセットもちゃんとあるからさ大丈夫やでこのまんま寝ても大丈夫ああでもさすがにさここソファーやからちょっと待ってなソファーやったら体休めへんってことはベッドに移動するってことやな <laughs> ちょっと抱っこすんで、ね。よいしょっと。うん。めっちゃ軽いわ <laughs>。じゃあ、運ぶな。よいしょ。よいしょ。はい。ここが寝室やで。はい。到着。じゃあ、おろして。よいしょっと。はい。じゃあ、布団かけてあげる。寒くないかな大丈夫うん。あ、大丈夫 <laughs> それやったよかったうんじゃあ君が寝るまでそばに居といてあるからさ安心して大丈夫やでうん横にいといてあるからなあーあとさもしお腹に体調悪くなったりしたら遠慮なく僕のこと起こしてなもう叩き起こして <laughs> もう心配やからさ見てあげなあかんやろんえー、なにお腹トントンしてほしいん もしゃーないなじゃあやってあげようかよいしょっとはいトントンどう気持ちいい <laughs> まあでもあれやな君のことやからさ迷惑になるとかって考えて僕に体調が悪いとかって言えんかった そういうこともわかってるけどさもっと頼ってええねんでう <laughs> んあて寝てちゃってるしうーんもうせっかくいい話しようとしてたのにさ <laughs> まあこの話は体調が良くなってからまたすればええやんなうんよしじゃあ彼女も寝たことやし 僕は学会の資料でも見て勉強するか。よいしょーって。あれ <laughs> 僕の奥握っとるやん。いやー、これは、ちょっと動いたらあかんか。しゃーないな。じゃあ僕も今日は一緒に寝ようかな。じゃあお隣失礼すんで。よいしょっと。あー、やっぱお布団もええな。<laughs>

だから早く治してまたデート行こうな <laughs> おやすみいい夢見んや